妖術を使い民を守っている者がいる。風魔小太郎。その混沌とした言動で敵味方問わず煙に巻く忍び。小太郎は氏康の命令通り村に向かった。彼の思惑は誰にもわからない。お、ピンときた。村を守ってる連中を助けに行くんだろう。なんか嫌な予感がするんだよな。好きにしろ。噂の連中だな。早いと助けよう。あいつらまさか黄金刀か。浮かない顔だ。ちょっと嫌な予感がしてな。けど助けないと、あいつらがやられちゃう任務を果たせない。おお、これぞ天の采配。助太刀をお頼み申す。目障りだ。やっ、わきまえろ。あれはサノーマン。これが弱肉強食。助かった。こちらはもう大丈夫だ。向こうで戦っている我が兄弟の救援を頼む。やっぱりやりますね。分かってましたよ俺。あれはスタノーマリ。カット。仕方あるまい。あれはスタノーマリ。おねごと噛み砕いてくれよ。これが弱肉強食。もしや手を貸してくれるのか。危ういところだった。礼を言う。手加減なしだ。一緒に戦おうよ。予想以上の腕よ。おお、異界にさまよいし我らを救ってくれるか。そなたらはまさに天が使わしたい。いざこの聴覚と共に異界の民を守る。そして武者どもに天罰を与えようぞ。天罰。ところで負けちまうとは。破壊が好きか。これぐらいにしといてやる。これぞ好天の奇跡。我らに逆らう愚か者には天罰が下った。
天罰がもう一度見た。なんとそんな、我が力は天より授かりし奇跡、偽物ではない。なら奇跡を願う戦場にしてやる。嫌な予感の正体はこれよ。小太郎、あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。さあどうするのか。ラチが開かねえ。とにかく小太郎を止めるしかないか。なに、敵の増援が現れただと。はい、我らの先陣は壊滅させられました。しかし敵は急に内輪もめを始めたそうで。内輪もめ。なら今のうちにこちらも増援を呼ぶぞ。このやつ安心したな。本体を攻撃すればおとなしくなるのか。ピンときた。本体はあいつだ。今から倒してやるぜ。わきまえろ。また当ては得意か。次鬼子切り込むぞ。遅れるな。まさに天に祝福されし者よ。我は不可能なの。やっぱりやりますね。わかってましたよ俺。間に何やってるんだ俺。当天の声を案ずるでない。これはきっと天が与えたもうた試練ぞ。僕の長保長領、天に祈るのだ。奇跡の力で敵を撃退しようぞ。承知しましたぞ兄上。どうしよう、祈祷の間我らの護衛を頼む。こいつはピンときた。何かすごい術だよな。守りは俺たちに任せとけ。天の力みなぎってきたぞ。いざあの者どもに天罰を。あんたまで分身するのかよ。まあ味方が増えるのならよしとするか。この間だ、攻め滅ぼしてくれる。そなたの働き天も見ておろう。
ペリ、骨ごと噛み砕いてくれよ。オリキさん、はい、はい、はい、やっ、これが弱肉強食。やっぱりやりますね。分かってましたよ、俺。よくぞ我らを守ってくれた。さあ、天の奇跡を見るがいい。なち、なんだ急に炎が。これじゃ通れねえぞ。助けに来た。逆らう輩に手を回すのは。なんだ、あれは雷雲。落ち着け、こんなのまやかしだ。無視して。あー奇跡がいっぱいある。あんたまた邪魔する気じゃないだろうな。安心しろ、鬼木さん。今のところは。この城に奇跡がある。もたついているか。我が滅してやろう。俺の勘が告げてる。あいつが敵の総大将だ。罰を打ってこの騒ぎを終わらせる。異界の民を惑わす元凶よ。大剣領士聴覚が裁きを下してくれる。偉人に戦いの好きメッシュ加減はせぬぞ。破壊が好きだ。仕方ありない。わきまえろ。やりよる。次は負けぬぞ。小太郎とは改心したようだな。天に従えば万事を同志として認めよう。同志。万事は新たな同志よ。さあ共に好天の世へ邁進しようぞ。聴覚、あんたの天の奇跡ってやつすごすぎだろ。正直黄金刀にはいい印象がなかったが。我は天意に従い苦しむ者を救っただけよ。おお、天の奇跡と小太郎の忍術の融合とな。いや、仲間になってくれるのは嬉しいけど、術はほどほどにしてくれよ。さっきのこともあるし、嫌な予感しかしねえ。つまんないな。
権威はこの大剣領師張覚と共にあり。戦場を混沌で染め上げてやろう。